リゼロアニメ2期までの原作者が選ぶ死に戻りワースト3。第3位は衰弱死による死に戻り。屋敷で治療を受けていたスバル、それから使用人として屋敷で雇ってもらい、エミリアとデートの約束をした次の日、4日前の朝に死に戻っていました。これまでの住人たちとの関係値もリセットされ、エミリアと約束したデートもチャラに。原作者曰く、喪失感半端ない死に戻りだそうです。第2位ではパックによる投資がランクイン。頭がもがれてしまう死に方ですね。パックの一言で頭がもげ、スバルは死亡してしまいます。原作者曰く、終わる感半端ない死に戻りだそうです。第1位ではオウサギに食われる死に方がランクイン。雪原に現れた1匹のウサギ、スバルは手を伸ばし触れようとしましたが、次の瞬間では手首から上が食べられてしまいました。次に食われたのは片足、これでスバルは逃げる手段がなくなりました。周囲を見渡すと1匹また1匹と増え続けるウサギ、スバルは生きたまま無数のウサギにむさぼり食われてしまいました。体の内外から食われていますね。生きたまま生物に食われるというのは想像しただけでも恐ろしいですね。